イアン・ランカスター・フレミングは、イギリス・ウェストミンスター・メイフェア生まれの軍人、スパイ小説、冒険小説家、007シリーズの作者として知られる、ロンドンの自宅ウェストミンスター・メイフェアで政治家の息子として生まれる、陸軍士官学校卒業後、銀行や問屋での勤務を経て、大手通信社のロイター通信で勤務し、後に、支局長として、ソビエト連邦のモスクワに赴任、 1939年から英海軍情報部に勤務。同年にイギリスも参戦した第二次世界大戦中は、情報員として活動し、ゴールデンアイ作戦などの指揮を取った。1945年の終戦後退役する。その後、ジャマイカの別荘、ゴールデンアイに居住。1953年に、それまでの経験をもとに、ジェームズ・ボンドシリーズ第一作となる長編。 カジノ・ロワイヤルを発表する。1964年、遺作となった黄金の銃を持つ男を構成中に、心臓麻痺で死去。映画からは伺えないが、著作内では食事シーンが、実に克明に描かれており、フレミング本人も大変な美食家であったと、伝えられている。そのためか、主人公のジェームズ・ボンドも、不健康という設定であるが、フレミングもまた早い段階から、 心臓血管の疾患を抱えて生活しており、映画化された自分の作品は、映画における第2作、007ロシアより愛を込めてまでしか目にすることができなかった。1990年にイアン・フレミング自身を題材にした映画、スパイメーカーが公開された。監督はフェルディナンド・フェアファックス、主演はジェイソン・コネリー。ただしこの作品の趣旨は、 ヤング・ジェームズ・ボンドとでも呼ぶべき、ボンドとフレミングを同一視した上でその若い時代を描くという、娯楽フィクションで、電気ものではない。実際のフレミングは確かに、海外情報部勤務であったが、デスクワークが主体であり、任務を帯びて敵地に潜入する立場にはなかった。2014年に、フレミングの情報員時代が、BBC の制作で全4話のテレビミニシリーズ、 ジェームズ・ボンドを夢見た男として映像化され、日本ではワウワウで放送された。また、フレミングの未発表原稿をめぐるミステリーに、ミッチ・シルバー、イアン・フレミング極秘文書がある。妻は、モトロザミアシ釈夫人、アン、息子はカスパー、いとこには、吸血鬼ドラキュラなどに出演した俳優の、クリストファー・リーがいる。また、チャーリーとチョコレート工場などの同じくイギリスの作家。 ロワルド・ダールと親交があり、ダールは007は二度死ぬと、チキチキバンバン映画版の脚本を書いた。ありがとうございます。